車体を傾けながら駅を通過する快速急行平岡駅は大阪府東大阪市出雲井町にある近畿日本鉄道奈良線の駅。駅番号は A14。なお、平岡の駅名は駅前にある平岡神社から来ており、旧平岡市の中心駅というわけではない。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。30パーミルを超える勾配や、 カーブの途中に駅が設置されているため、線路に関都が付けられており停車する電車は大きく傾く。ホーム有校長は6両で、改札口から北側は幅が狭くなっている。両ホームとも改札口が別々に存在し、駅構内で上下ホームの行き来はできないため、改札外に駅の東西を結ぶ地下道がある。 東花園駅管理の有人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。2018年11月13日における1日、乗降人員は4799人である。近年における1日乗降、乗車人員は以下の通り、南波方面入り口。駅のすぐ手前まで民家が迫っている、ハット ABC 曽根悟る。 週刊歴史でめぐる、鉄道全路線大手市鉄3号近畿日本鉄道に朝日新聞出版、週刊朝日百科2010年8月29日、11から13ページ。ISBN 978から4から02から34万133から4。近鉄、来月19日ダイヤ改正。交通新聞、P1。 平成19年4月1日から、近鉄主要路線で、IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、http:/www.kintetsu.jp:/news/files:/iccart20070130.pdf2016 年3月2日閲覧 ?ab、駅の情報平岡。

大阪府統計年間は大阪府統計年間東大阪市統計書2019年版東大阪市 P1662020 年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年12月29日閲覧大阪府統計年間ありがとうございます